アレナよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第26節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ホームで敵を迎え撃ちます。さあ、前半戦が始まります。ボールを囲んでいきます。ラッキーボール。見たか、ゴール。まさに電光石火。あっという間にゴールが決まりました。さあ、もう一度見てみましょう。これはゴールキック。これは決めて欲しかった。これはちょっと危険なプレーでした。壁の選手が揉めているんでしょうか。折り返す。前半15分。ドリブルで上がる。中へ放り込む。これはゴールキック。追加点。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。動き出しが素早いです。どう攻める。スローイン。前が空いた。スペースを探している。さあ、ここからどう攻める。
ト。コーナーです。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。攻撃を組み立てます。ゴール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 。ガンビリバブルゴール。得点は3対0。スロー VTR でご覧。ここで折り返す。シュート。これは危険だ。前半終了まであと5分。ワンツー。華麗なドリブル。オフサイドはない。シュート入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は4対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。預けてファーサイド。シュート。スペースができている。ふわっと上げる。頭でつないで、さあこのまま攻め上がれるか。大きくクリアしました。ここなんてアートな。得点は5対0。
地に逃げます。いっていって、ドビブブゴールです。得点は6対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き出しが素早い。シュート、シュート、スローイン。選手の交代です。プレスをかけます。ファーサイドに上げた、うん、中途半端なクリア。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。これは気をつけないと。ファーポスト、ヘッドでつないで、クルゴール。得点は7対0。さあ いいパスが出た。コーナーです。多彩な攻撃を見せてくれるか。いいボールが出た。試合終了です。圧倒的な強さを見せつけました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。